はい、どうも松尾酒造のこれ知ってます。今日も始まります。行かしてもらいますけどね、今日の松尾酒造のこれ知ってます寄せね、最近ねミニ寄せというのが流行ってるらしいんですけど、この私もね桂吉之丞さんっていう方のね落語聞いて、落語面白いんですよ。本当にこれハマりますよ。一回もう落語ってね、目の前にぜひ聞いてください。そのお腹抱えて笑いますんでね、上手やな思いますけど、伝統的なこの方のね落語、私の勝谷吉野さんは師匠さんのね、あのお弟子さん言ってましたけど、その最近ミニの寄席が非常にたくさん関西の方ではね、あるということで、関西のね、で関西の落語とちなみに関東の落語まだ全然違うんですよ。関東の落語はどっちかというとこうなんか落ち湯がこうどやみたいな、こんな落ちやでみたいな感じかな、僕から思うのか。関西の落ちはね、なんか行くで行くで行くたみたいな、僕が感じる落語ですよ。でね、気さくなんですよ関西の落語は。なんか近い感じがしますね。でね、そういうのは近い落語が今まあ関西の方では、しかもでもね、関西の落語家さんはね、関東行くとね、なかなか上げてもらえないそうですね。関西は全く関東の方が来ようが誰が来ようが、寄せ上げてもらえるそうなんですけど、その中でですね、今日は寄せの、関西の主な寄せの、紹介で、天満天神繁昌亭、これ有名ですよね。あの上方落語協会開設したね、北区にあります、今日とこですね。それは田辺寄せ、これ安倍の区にありましてね、40年前からもうある関西の歴史の古い寄せらしいですね。それから元町、これは、寄せ小伊賀亭というんですかね、これはあの JR 元町駅の風月堂さんのね、やってる神戸市中央区であるそうです。そして道楽亭、これ桂ザコバさんが西成区の方でね作ったそうですけども、それから八星亭っていうんでしょうかね、間違ってたらごめんなさいね、月亭八方さんが福島でね住んではるんでね、ちょうど商店街行った奥にあります。それからですね、小雁亭、これはね、あの俳優の芦屋小雁さんがね、あの居酒屋の2階作ったそうですね。まあ、あのお店とかの2階とかでする人も結構いてるらしいですね。それから蛇の親の、これ天王寺区にもあるそうですかね。まあ、寄席落語、これぜひね聞いてください。本当楽しいですから。松尾酒造これ知ってますか、寄席の紹介、落語の紹介でございました。どうもどうもありがとうございます。ちゃん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 みたいな感じでね、待ってくださいね。